皆さんこんにちは。今日はですね、アメリカが中国に対して、関税をかけましたね。でそれをその第4弾ということで3250億ですか、50億ドルですか、分にまたその関税をかけると、いや残り全部ということですね、ということに着手したというニュースが来てました。で、誠にこれ深刻な話でございまして、アメリカという国が中国という国を本気で潰しにかかっているということですね。で、中国もそれに対してごめんなさいは絶対しないよという姿勢になってます。まあやるとこまでやってやろうじゃねえかぐらいの、まあ本当はそんなに強気になれないはずなんですけども、なれないはずなんだけども、まあメンツを重んじる国ですから、まあやってやろうじゃねえかみたいな姿勢になってて、中国に残されてるのは450億ドルでして、まあ規模はかなり違いますね。 15% ぐらいですね。でその分について俺たちも関税かけるぜと言ってまして、まあ450億程度っていうのは別にアメリカにとっては、まあ、痛くも痒くもないとは言いませんけども、まあ、別にまあまあやるならやれよっていうレベルだと思います。でこれがですね、何が深刻かって言いますと、そのアメリカと中国を勝手に喧嘩すればいいんですけど、どう言いましょう、世界経済に与える心理的な影響なんですね。でリーマンショックの時もそうでしたけど、リーマンブラザーズというアメリカの一証券会社が倒産したっていうのは別にどうってことない話であって、あの時エコノミストみんな言ってましたけど、日本経済に影響ないよって言ってたわけですよ。実際それが直接影響してる部分なんてほとんどなかったはずなんですけども、でもあれですね、あんだけの大不況になってしまったわけですね。でやっぱりね、その私も都心の不動産市場、マンション市場見てますけど、気分の問題なんですよね。景気ってのは、景気の気は気分ですから、皆さんのお気持ちが、ああこれダメじゃないかと思った時には物を買わなくなるわけですよね。人間って大きな買い物をしなくなる。マンション市場なんてもう如実にこう来ますからね。なんかこれから世界経済悪くなるって、日本も景気悪くなるって言ったら、途端に皆さんこうマンションなんか買わなくなるんですよ。でもしかしたらこのアメリカと中国の貿易の喧嘩が世界経済に対してものすごいマイナスの空気感をもたらすのではないかなというような予感が今ひしひしと湧いてきましたね。で実際中国の景気は多分これで悪くなるんですね。で日本のある一定の企業は中国に対して物を輸出することで、利益を出している会社がある、まあまあ何十社があるんですけども、もう多分この月曜日からそういう会社、ファナックとかですけども、そういう会社の株価ドーンと下がるじゃないかなというふうに私は予測をしていますけども、そうなるとそのマイナスの気分がどん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 広がっていって、リーマンみたいなことになりかねないと。でまあ安倍総理にすればそれはまあ願ったりかなったりで、それを理由に消費税を伸ばしますよ、それを国民に問うんだということで解散総選挙という大義名分につながっていく可能性が非常に高いんですね。でまあ皆さんまだそのことまでには言及なさってない方が多いんですけども、この今日ニュースで流れてきた第4弾3250億ドルについて 25% 関税かけるよというニュースは、そういう近未来の世界同時不況という危険性をはらんでるなということを私はこうヒヤッと考えましたんで、ここで皆さんにお話をさせていただきました。はい、どうもありがとうございます。